思います。続いてお送りするのは嵐のモンスター、そしてカラのこの格好はもしかして、はい、次はカラのミスターを踊ります。フリーズの顔でしょうので、どちらも楽しんでもらえると思います。いろんな曲が踊れるのが CD のいいところだよね。うん、みんなで曲を出し合ってどんな格好でやりたい曲を選んでいます。好きな曲が踊れるのでぜひ体験に来てください。はい、あと CD の宣伝ポイントは先輩後輩の仲がいいことです。次にお送りするモンスターは1回生が主体なのですが、1人だけ3回生が混じっています。はい、初々しい1回生の中に混じっている3回生のモンスター、見つけ